番の実梅が水面をかける G2 第9回レディースオールスター、5日目の攻防もこれより3つのセミファイナルを迎えます。水面上はまず1つ目の準優勝戦第10レースです。1号艇は西橋奈美、2号艇藤原夏樹、3号艇岩崎よしみ、4号艇魚谷香織、5号艇日高いつこ、6号艇落合直子、以上の6名です。インは1号艇西橋奈美、人気の中心。ここは G2 2度目、レディースオールスターは初優出をかけて1番乗り目指します。2コースは2号艇藤原夏樹です。近況絶好調の勢いは侮れません。3コースは3号艇の岩崎よしみ、第4回大会の覇者。4コース引いていきます。角は4号艇魚谷香織。ここはこの大会の初優出を狙う一戦。5コースは5号艇日高いつこ。リング1本の交換が吉と出ますか。そして6コースは6号艇落合直子。ここチルトは 1.5 です。さあ、依然風はホーム向かいの風、少々強めに吹いています。人気の西橋の陰線、角は4号艇魚谷、第10レース準優勝戦。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。角からトップスタートは4号艇魚谷ですが、締めるまでにはいきません。陰線先回りする1号艇の西橋に握っていったのは3号艇岩崎。内から4号艇2号艇と差し運んでバック側。さあ、ここはまくった3号艇岩崎、受け止めています。1号艇の西橋で1番3番のトップ争い。4艇身相手、4番2番6番5番が追走しています。スタートは正常でした。2マーク1号艇の西橋がコーナー先取って V 際めがけて3号艇なんですが、先頭に出たのは1号艇の西橋です。ぐんぐんとリードを取って4艇身、2番手は3号艇の岩崎で、定間開いたところ3番手争いからは4号艇魚谷が出てきまして、上位の体型は1番3番4番2周の1マーク、4番手から2号艇藤原がやってくるんですが、かわして回ります。4号艇の魚谷で、ここで後方に少し水を開け、上位の体型は1番3番4番、先頭から2番手、2番手から3番手も定間空きました。4号艇魚谷の後ろは2号艇藤原、6号艇落合、最後方が5号艇の日高です。2周の2マークも1番3番4番と折り返し、がっちりと上位体系固まってきて、レースはこれから最終周回で。お疲れ様でした。すごい、すごいたくさんのファンの方たちですね。ありがとうございます。あ、すごい、こちらまでぎっしり、いや、めっちゃ嬉しいです。盛り上がっております。もうなんかちょっときますね。来ました。すごいです。いや、これだけの、あ、カニさんもいらっしゃいます ね。お揃いで。ありがとうございます。熱量高いファンの方もたくさん来ていただいております。では一回おかけいただきましょう。はい、はい、あと優勝だけとか、はい、たくさんの声飛んでおりますが、まずじゃあちょっと西橋選手、今日準優1着プレゼント、はい、こちら東洋館10個入りすごいになりますので、はい、はい、ぜひいただきます。お持ち帰りいただきましょう。宿舎でいただきます。ありがとうございます。さあ、今日準優勝戦前はどうでしたか、はい、緊張されました。いやー、なんか思った以上にめちゃくちゃ緊張しましたね、はい、そうだったんですね、はい、準優1号艇もね、あの何度も経験はあると思うんですけれども、はい、またちょっと一味違いましたか。だいぶ違いますね、うん、なんか、はい、もうなんというか、え、うん、結構こんな緊張最近しなかったんですけど、はい、しばらくぶりの緊張っぷりで、はい、自分にも驚きでした。そうだったんですね、はい、よくやったね、本当ですよね。ありがとうございます。しっかり逃げてここに来てくださいました、はい、それではレースを振り返っていきましょう、はい、結構しっかり向かい風吹いてましたね、うん、もう全然スタートわかんないです本当に、割と起きてましたねずっとね、手前 で、ね、はい、これスリットは全速、スリットは全速で行きました。そうだったんです。いいスタート切れたと思います、はい、そこから1マーク3号艇見えましたか。おお、そうですね、いや、思いっきりちょっとハンドル切りすぎて、はい、変なかかり方しちゃいました、そうだったんですね。いや、岩崎選手がね迫ってました。はい、はい、それでも、ね、2マーク先取りと。そうですね、もうガン落とししました。ガン落としし っかりしっかり回りました。しっかり回って、はい、はい、
まあ、睡眠状況もねあるとは思うんですけれども、改めてあの、ふなっしーの仕上がりというのをファンの方に伝えていただけますか。そうですね、仕上がり的にはもう本当短マーク系統はもう、短系統はすごいしっかり来てると思うんで、だいぶ上位の方の仕上がりになってると思います。だいぶ軽快で、立ち上がりとかもいいんで、そこはいい感じに来てると思います。あの西橋選手のこうスピードのあるね、ターンっていうのができるような乗り心地、操縦性もありますか。そうですね、だいぶ、この風でもちょっと一幕変なかかり方しちゃいましたけど、瞬転とか、すごい瞬転の波とかでもあの負けず進んでる感じあるんで、大丈夫だと思います。そうですか、大丈夫大丈夫嬉しいですね、本当ね。ありがとうございます。これだけのファンの方、そしてここにね来れないファンの方も、あの画面の向こうにたくさんいらっしゃると思います、ね、やっぱりそれを力に変えてという思いはありますよね。そうですね、もうこんだけ大きい声援いただいてるんで、もうめちゃくちゃパワーもらえてます。本当にありがとうございます。明日もそれをパワー、力に変えて、優勝戦頑張っていただきたいです。この後あの同期もまた11レース控えてますので、ね、2人とも熱いバトルが、あの繰り広げられると思うんで見てあげてください。119期の2人も。そうですね、いいバトンがつながりましたよね、ね、さあ、それでは明日、レディースオールスター初優勝に向けて、一言メッセージをいただきたいと思います。しっかり、自分らしい短系統を軽快なあのそこは仕上げて、優勝戦まで、行きたいと思います。みな本当にあの優勝だけ狙っていきたいと思うんで、皆さんあの現地からでも画面の上からでもあの本当大きいご声援待っております。よろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日もカメラサインを頂戴しましょう。いやー、ひときわ大きい声援がね届いておりまして、皆さんの力が明日きっと西橋選手のねパワーにまたなっていいレースしてくださると思います。最後ポーズいただきましょう。はい、ありがとうございました。大声援の中でのインタビューとなりました。10レース準優勝戦の競争成績です。1着1番西橋奈美、2着3番岩崎よしみ。レース宮島の G2 レディースオールスター、競争水面は第11レース2つ目の準優勝戦です。依然風はホーム向かいの風が強めに吹いています。さあ、このカード人気の中心は1号艇の実森美代です。地元とあって一層気持ちも入る中、順調にここまで来ました。実森人気の中心、まずはスタートに集中です。2コースは2号艇戸敷明美、G2 初出走でシリーズは3勝、ここは一気に優筆決めますか。3コースは3号艇香川元子、第1回大会のここ宮島で優筆しています。スロー 3.123。 角は4号艇米丸の絵、 G2 初出走で好走光る走りを見せてきました。5コースは5号艇土屋みなみ、パイナップルカラーで登場です。ここはチルトマックス3度、展示タイムはよく出ていました。6コースは6号艇長島真希、この大会最高記録の優出は4回です。人気の実森の陰線、角は4号艇の米丸。第11レース準優勝戦、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号と早いスタート、そして際どいスタート、複数あります。なんということか。お知らせいたします。2番、3番、4番、5番、
4艇はフライング変換欠場です。なんということでしょうか。2号艇戸敷明美、3号艇香川元子、4号艇米丸の江、5号艇土屋みなみ、フライング変換欠場となってしまいました。さあ先頭は今6号艇の長島真希。さあフライング艇が次々と出ています。2周の1マーク、6号艇長島に対して握り込んでいった1号艇の実森、追いかけてくるんですが、先頭は6号艇の長島、2番手が1号艇の実森、残ったのはなんと2艇となりました。大波乱。そして2マーク出たところには1艇アクシデント艇もあります。2周の2マーク折り返してきてます。先頭は6号艇の長島真希、2番手は1号艇の実森美優です。さあ残念ながら波乱の結果となってしまいました。準優勝戦11レースを勝ちました6号艇長島真希選手の登場です。どうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい真希ちゃんって声がたくさん飛んでますね。ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです。はい、さてまずはですね、はい、長島選手の大好物の東洋花、はい、本日10個入りでございます。ありがとうございます。お持ち帰りいただきましょう。リアルにエンジンかける前にこれイメージしてきました。そうなんです。それぐらい大好きで緑だったんで、ラッキーカラーで、はいはい、東洋花パワーもあったと。ありました。もうめちゃくちゃありましたということですね、はい。さあそれではちょっと早いスタートもね、ありましたが、レースを振り返ってまいりたいと思います。はい、まず進入が、土屋みなみ選手がねチルト3度でしたけれども、はい、6コースは譲りませんでした。そうですね、枠は主張したいなと思って、うん、はい、はい、4艇が、スリットオーバーという形でした。長島選手自身のスタートはどうでしたか。マイナスの私でさえ、うん、みなみ早いよと思って通過が、はい、なんでスタートデンジが思ったより、うんうん、届いちゃってたのが、はい、ちゃんとあったのが良かったかなと思いました。そうだったんですね、うん、そこはしっかり、はい、確認して、はいはい、本番でもと、はいはい、まあね、こういったレースになったんですけれども、はいはい、しっかり、まあ、輸出ということにはなりました。はいはい、改めてその船足現状どうですか。そうですね、今日ペラを叩き替えて、はい、自分の好きなグリップするような感じは来てたと思います。いい状態で臨めたわけですね。はい、と思います、はい、うんうん、はい、じゃあ今日の感じだったら明日優勝戦楽しみですか。そうですね、うん、まあ、伸びる人とかいたらちょっと無理だと思うんですけど、うんうん、自分がレース集中できる感じはあると思います、はい、ただちょっと明日ねお天気も崩れる予報にもなってるみたいで、はい、はい、またコンディションもね変わると思いますので、はい、やっぱりプロペラはしっかり調整して、はい、うん、さあこのレディースオールスターは優勝経験もございますが、はい、ね、あ、素敵な T シャツも作ってくれて、はい、はい、2回目撮りたいですよね。そうですね、はい、何回撮っても嬉しいと思うので、はい、はい、今日もたくさんのファンの方来てくださってますし、はい、画面の向こうにも大勢いらっしゃいます、はい、ぜひファンの皆さんに受けて一言いただきましょう。はい、明日もベストを尽くします。応援お願いします。皆さんぜひ応援お願いいたします。かわいいファンの方も来てくれてます。はい、カメラサイン頂戴しましょう。ぜひ明日東洋花パワーでまた頑張ってください。ありがとうございました。長島真希選手でした。長島選手のインタビューをご覧いただきました。11レースの競争成績です。1着6番長島真希、2着1番実森美優、2号艇の戸敷明美、3号艇香川元子、4号艇米丸の江、5号艇土屋みなみ、4選手がフライング。ファンの思いを力に変えて G2 レディースオールスター、競争水面は明日のファイナル、残る2つの席をかけての戦い、第12レースの準優勝戦です。
さあここは100期から102期までの近い期が出揃いました。インは1号艇の森谷美穂です。ファンへの感謝の走りを走りで見せてきました。最高の恩返しへあと2回逃げるだけ。森谷人気の中心です。2号数2号艇は平高奈々です。宮島は SG 初優出のメモリアル水面です。3コースは3号艇桜本歩美。ここはまだない宮島の優出と G2 初優出目指します。スロー3艇は市二さん。角は4号艇津田博恵。津田も G2 初優出をかけての戦い。5コースは5号艇川野芽衣です。この大会の初優出を狙う一戦。6コースは6号艇の遠藤恵美。遠藤はこの大会これまで優出3回あります。最前ホーム向かいの風が強めに吹いています。人気の森谷の陰線、角は4号艇の津田です。第12レース準優勝戦、進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インからトップスタートは1号艇人気の森谷です。こうなると逃げる体勢、先前する1号艇の森谷に逃げてきた3号艇の桜本、 V はついてきた2号艇4号艇でバック側に入りますが、さあここはしっかり逃げました。先頭は1号艇の森谷美穂。4艇身相手2号艇平高、2番手追走、その後は3番手接戦も3号艇桜本一歩前、並んできた6号艇遠藤。スタートは正常でした。2マークトップで1号艇続いていく2号艇、3着争いは6号艇が先行も V ギはついてきた3号艇。ホーム側に帰り上位の2人森谷と平高は抜け出して3番手混戦状況です。6号艇遠藤の内から3号艇桜本、最内から4号艇津田もやってくる。2周の1マークの3着争い、最内から4号艇の津田握り込んでかわして回る6号艇の遠藤、くるっと3号艇桜本が運んでバックが、ここは6号艇の遠藤が一歩前ですが、スルスルーっと上がってくる3号艇の桜本、再び6番を捕まえにかかって3着争い、2周の2マーク、外から抑え込んで6号手の遠藤、くるりと V は3号手、さらには4号手ですが、両者波にかかってここは6号手遠藤が一気にリード。上位の体型は1番2番6番でレースは最終周回です。先頭はトップスタートからのイン逃げ解消、1号手森谷美穂、2番手は2号手平高奈田、3番手が6号手の遠藤、後ろは水がいて4号手津田、3号手の桜本並んで最後方が5号手の川野です。このまま1番2番6番で決まりますと3連単のオッズは 12.1 倍。この12レースからは森谷と平高が明日の優勝戦進出を決めそう。そして森谷は絶好枠を手にすることとなりそうです。第12レースは間もなくゴール、先頭は1番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、3番4番ゴールイン、ラスト5番ゴールイン。